ドイツの総合電機大手シーメンスの2021年9月期通期の決算は、純利益が1年前から5割以上増加しました。工場のデジタル化を支援するデジタルインダストリーズ部門が全体を牽引。医療機器子会社のシーメンス・ヘルシニアーズも好調でした。 シーメンスは来年には供給制約の問題が緩和されるとして2022年9月期、通期のデジタルインダストリーズ部門の売上高が5%から8%成長するとの見通しを示しました。